初サヨナラ。阪神が今季初のサヨナラ負けを喫した2位巨人とは1ゲーム差。まあこんな日もあるか、明日勝ってくれマジで。貯金4貯金2、明日で C 陥落。カード2連敗気分悪いな。打たん打線のせいやは、あの日長嶋茂雄で岡本阪神来てくれへんかな。延長で初めて負けたな。神話なんかあるかい。去年モテるをスタメンから外したらなぜかチーム全体が制裁を変えて勝てなかったような。まあ1点じゃ勝てんわな。今日どんだけミスるねんってくらいだし、そりゃこうなるわな。おまけに采配もあかん。木浪の身長が2メートルあれば補給ゲッツいけたか。ホームならともかくビジターで地蔵じゃね、守りにばっかり入ってりゃそりゃ勝てん。エラー多すぎてみんな疲れてんの。人工芝は小畑の方が守備に関しては絶対ええわ。おいも今年残り2敗しかできんじゃないか。どうすんだこれ。ま、慌てることはないわな。三立てだけはされんなよ。4月初めに戻ってるやん。萩尾に支給はないわ。しかも1球もストライク入らず。西さんごめんなさい。また次頑張ってください。今日は打線と上田の走塁ミスやな。島本のとこの系統は谷もうおらんからしゃあない言うて、漆原も折からゲンドラできただけの投手で、上位相手に怖い選手をまだこれから任せても大丈夫って選手になってくれれば嬉しいな。反省点の多い試合やね。ここまで全て裏目やと気持ちいいな。どう考えても頻打が悪いで。